皆さん、こんにちは。2024年7月24日、ビッグカップルが誕生しました。国民的女優の綾瀬はるかさんと、ストーンズのジェシーさんが、真剣交際していることが発覚したのです。今回はそんなお二人についてまとめてみたので、お話ししていこうと思います。ぜひ最後までご視聴ください。前述した通り、女優の綾瀬はるかさんと、ストーンズのジェシーさんが、真剣交際していることが分かりました。出会いは2022年、映画、リボルバー・リリーでの共演だったようです。ハードボイルド作家、永浦京さんの代表作を映画化した、アクションサスペンス作品です。主演の綾瀬はるかさんは、史上最強のダークヒロインとして活躍する、元敏腕スパイを熱演。一方のジェシーさんは、命令を遂行するためなら非道な手段も厭わない、シベリア帰りの陸軍隊員。二人は敵対する役どころで、劇中では幾度となく戦闘シーンを繰り広げました。本格的なアクションシーンを、阿吽の呼吸でこなした二人。映画のクランクアップ後に、個人的に連絡を取り合うようになったといいます。芸能関係者は、お互い立場がある二人。なかなかすぐに交際というわけにはいかなかったようです。完全個室のお店で食事会をするなど、友人付き合いが始まりました。慎重に丁寧に関係を作っているという感じがしましたね。と語っています。綾瀬はるかさんはこれまで、インタビューなどで恋愛観や結婚観を率直に明かしてきました。一方で、浮いた噂からは遠い存在でもありましたよね。しかし、綾瀬はるかさんは、これまで多くの俳優との関係が取り沙汰されてきました。2010年には大沢たかおさんの自宅を訪ねるところを週刊誌にキャッチされています。しかし、綾瀬はるかさんの所属事務所は俳優として尊敬している先輩です。それ以上の関係はありませんと断言し、大沢さん側も否定していました。また、2015年には元日早々、松坂桃李さんとの熱愛を週刊誌に報じられましたが、それぞれがイベントで友達ですと交際を否定。2020年に韓国人俳優のノン・ミヌさんとの国際恋愛が報じられた際は、綾瀬はるかさんの所属事務所が、友人ですが、それ以上の関係ではありません。とコメントし、綾瀬はるかさん本人もイベントで、交際は全くありませんと語っていました。綾瀬さんと所属事務所の過去の対応を振り返ると、熱愛報道はきっぱり否定する方針が見えてきます。特に、それ以上の関係ではない、というのは、事務所側の決まり文句のようですね。イベントで作品や商品と直接関係のない、熱愛報道について問われたとき、スルーするのでなく真正面から、違う、と回答するところに、綾瀬さんの飾り気のない性格が感じられます。とスポーツ紙記者は語っています。ただ前出の芸能関係者は今回については単なる交際や熱愛発覚といった浅いレベルではない、二人はかつてないほどお互いに真剣に向き合ってたくさんの時間を一緒に過ごしているのですと語っています。ジェシーの年齢は学年で言うとちょうど綾瀬さんと一回り下。でも彼はとにかくマメで優しい。綾瀬さんが家事ができなくても、いいよ、やるよ、と自分が立ち上がるタイプです。そんなところも波長があったんでしょう。と続けて芸能関係者は語っています。綾瀬はるかさんの所属事務所は、とある週刊誌の取材に、プライベートは本人に任せております、と回答。一方、ジェシーさんは設立したばかりの、個人事務所ズドン、を通して、プライベートはお任せください。仲良くさせていただいております。ズドン。と、決め台詞付きでコメントしました。ジェシーさん本人が代表取締役を務めるため、お任せください。なのでしょうね。明日7月25日発売の週刊誌では、独占スクープ。綾瀬はるか極秘同性愛12歳年下トップアイドルと、約束した未来。と題する記事で、2年に及ぶ2人の極秘交際の経緯。ホリプロ3人娘と言われた、綾瀬はるかさんの身に起きていた異変、匂わせなかった2人が唯一、お揃い、で持っているもの、
そして2人が見据える結婚という未来についてなどを詳しく報じています。ところで綾瀬はるかさんがスクープされた方々は紹介しましたが、ジェシーさんの過去の熱愛について皆さんは気になりませんか？ここからはジェシーさんの歴代彼女についてお話ししていきます。ジェシーの歴代彼女1、島崎はるか。2012年ドラマバカレア高校でジェシーさんと共演しています。2012年当時、島崎はるかさんは AKB48 のメンバーで連絡先交換は禁止されていました。そして2021年の島崎さん自身の動画でバカレア高校の記者会見のことを話しています。マスコミにくっつけと言われくっついた結果ネットで叩かれたと話しています。加えて島崎はるかさんの好きな男性のタイプがジェシーさんとよく似ていたため熱愛が噂されたようです。ジェシーさんの彼女という噂は単なる噂のようです。ジェシーの歴代彼女に斉藤飛鳥。2013年バラエティ番組 R の法則でジェシーさんと共演しています。番組での共演で斉藤飛鳥さんからジェシーさんへの対応がまるで恋人のようだったことから熱愛が噂されたようです。しかしプライベートでも目撃情報はほとんどありません。斉藤飛鳥さんとジェシーさんとの関係はただの噂のようです。ジェシーの歴代彼女3、中条あやみ。いくつもの匂わせ行為がありジェシーさんとの交際が噂されています。2013年、ジェシーさんの誕生日に投稿されている芍薬の花を持った自撮り画像があり、芍薬の花言葉は幸せな結婚です。さらにジェシーさんのブログの頭文字を取ることで「あやみ」となったり匂わせがあったようです。ジェシーさんはラジオで否定しているようです。2023年5月1日には自身のインスタグラムで結婚の報告をされています。結婚相手は IT 企業の社長さんです。ジェシーの歴代彼女4、水木亜子。水木亜子さんの自宅が五反田にあり、ジェシーさんが五反田で目撃されてることから水木さんの自宅にジェシーが通っているのではと2017年に報道されています。しかし錦織圭さんとの熱愛報道もあり、二股ではとの疑惑も浮上していましたが、やはり決定的な証拠がありません。水木亜子さんは2020年に錦織圭さんと結婚しています。水木亜子さんにとってジェシーさんはただの浮気相手だったのでしょうか？ジェシーさんとの関係は謎のままです。ジェシーの歴代彼女5、渡辺渚。ジェシーさんと渡辺さんはプライベートでの目撃情報があり、交際しているのではと噂されています。目撃情報は一般人がツイッターで投稿しています。しかし証拠となる写真がないことから熱愛の可能性はかなり低いと言われています。ジェシーの歴代彼女6、玉城ティナ。玉城さんは2018年世にも奇妙な物語でジェシーさんと共演しています。ジェシーさんの部屋にはキャンドルがたくさんあるそうで、そのうちの一つをプレゼントしたことから交際に発展したと噂されています。しかし証拠といえる写真や情報が全くないことから信憑性は薄いです。ジェシーの歴代彼女7、奥山和沙。奥山さんは2020年際どくなりたい男でジェシーさんの同僚役で共演しています。奥山さん自身恋愛禁止ルールを設けているらしく、ジェシーさんと交際の可能性はほぼないと思います。あまりにも二人の息がぴったりな役どころだったので噂が流れたのかもしれません。ジェシーの歴代彼女8、一般女性 X さん。2020年とある新聞記事にジェシーさんと思われる男性と一般女性が写っていますが、マスクをしているためジェシーさん本人か不明です。ファンの間ではジェシーさんではない別人との声が多く上がっています。確かにあまり似ていないようです。本人や事務所からもコメントなどはないので、ジェシーさんではない可能性が高いです。ジェシーの歴代彼女9、ジェシーのいとこジュリ。2019年プライベートでジェシーさんと一般女性が表参道のコンビニで充電器を探していたと目撃情報があります。ファンに声をかけられた際、ジェシーさんは
この人はいとこですと何も聞いていないファンに答えたそうです。2021年11月27日にインスタグラムのストーリーにイルミネーション画像が上げられています。ジェシーの歴代彼女中、小島真子さんは好きな男性の特徴を、同じ高校に通っている通信制グループには所属していないと話しています。その他、白いタキシードが似合う男性が好きと番組で話していますが、インタビューの前にジェシーさんが白いタキシードを着る企画番組に出演していることから、小島真子さんの好きな男性はジェシーさんではないかと話題になっています。プライベートでの目撃情報はなく、小島真子さんの片思いである可能性が高いようです。いかがでしたでしょうか。12歳の年齢差がある中で、2人は順調に愛を育んでいる様子です。ビッグカップルがこのままゴールインとなるのでしょうか。今後に注目ですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくださると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。